皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。皆さんチョコレートは好きですか？私はね、大好きなんですよ、チョコレートが。まあ基本的に甘党ではあるんですけど、その中でもやっぱチョコレートが一番好きですね。ということで、そんな私の趣味もありつつ、今回はチョコレートの歴史についてお話ししていきたいと思います。今では当たり前のお菓子になっているチョコレートですが、やっぱ私も虜になってしまうぐらいの魔力が秘められてるんで、実は神様の食べ物として崇められていた時代もあったり、まあ、さらに権力者の陰謀や恋愛で果ては革命まで人類の歴史に大きな影響を与えてきた食べ物なんですよ。ということで、今回はそんなチョコレートの意外な歴史について最新の研究成果を交えながら一緒に探っていきましょう。まず最初にチョコレートの始まりについてお話ししたいと思います。チョコレートの原料となるカカオは、なんと紀元前1500年頃から中南米のマヤ文明で栽培されていたことが分かっています。まあ、でも実は最近の考古学的な発見によると、もうその起源はさらに古く、なんと紀元前3300年まで遡る可能性があると言われてますね。エクアドルのサンタアナラフロリダ遺跡っていうのがあるんですけど、まあ、そこから見つかった土器から当時すでにカカオが利用されていた痕跡が見つかってるんですよ。で、面白いことに、まあ、当時のカカオは今のようなお菓子ではなく、チョコラトルっていう苦い飲み物として飲まれていたんですね。この飲み物の作り方がもう実はとても手の込んだものだったらしいんですが、まずカカオ豆を発酵させて乾燥させて焙煎します。で、その後豆を細かく砕いてペースト状にして、で、水や唐辛子、バニラ、その他のスパイスを加えて、もう特別な容器でも何度も注ぎ分けて泡立てて作られてたらしいんですよ。もうめんどくさいですね、これ。もう何をもって人類は最初にこれを生み出したんでしょう。まあ、でもこの泡がとても重要で、泡が多ければ多いほど上質な飲み物とされていたんですよ。で、マヤ文明ではカカオは神々からの贈り物として大切にされていて、で、神話では羽の生えた蛇の神ケツアルコアトルが人々にカカオの木を授けたとされています。実際に発掘された古代マヤの壺には王族や神官がカカオを飲む様子が描かれていて、で、特に結婚式では花嫁と花婿がカカオを分け合う神聖な儀式が行われてたみたいですね。で、さらに最近の研究ではマヤ文明のカカオ栽培には実は高度な農業技術が使われたことが分かってきてます。カカオの木はもう非常にデリケートで強い日差しに弱いんで、大きな日陰の下で栽培する必要があるんですよ。で、マヤの人々はこういう特性を理解した上で、熱帯雨林の生態系を活用したもう持続可能な栽培方法を確立します。もうこれぞまさに SDGs。で、同じ中南米のアステカ文明では、カカオはさらに面白い使われ方をしてます。で、なんとカカオはまるで通貨のような使われ方をしていたということらしいんですよ。七面鳥1羽が約100粒のカカオ豆、で、奴隷1人が約600粒っていう具合で取引されてたみたいです。で、当時の税金もカカオ豆で納めることができたみたいですね。特に興味深いのはアステカの皇帝モンテスマ2世に関する記録です。で、ちなみにモンテスマ2世ってコルテス率いるスペイン軍がやってきた時のアステカの皇帝です。まあ、ここら辺の話を知りたい方はサピエンス全史のシリーズで解説してるんで、まあ、ぜひ見てみてください。で、そんなモンテスマ2世は1日に50杯ものカカオドリンクを飲んでいたっていう記録が残っていて、で、しかも純金のコップで飲ん で一度使ったコップは二度とつかなかったっても言われてる。これは SDGs じゃないですね。もういけませんね、これは。もうなんか SDGs の使いのものみたいになってますが、まあ、怪しい人物じゃないですよ、私は。で、モンテスマ2世の宮殿にはもう巨大なカカオ豆の保管庫があって、もう常時96万粒以上のカカオ豆が保管されていたっていう記録も残ってます。もうどんだけカカオ好きなんでしょうかね、モンテスマ2世。ということで、チョコレートの大元は当初は中南米に起源があったって話ですが、まあ、やがてそのチョコレートがヨーロッパに渡っていくことになります。1519年、スペインの征服者のコルテスがアステカ帝国に到着した時に、なんと皇帝モンテスマ2世は彼を神の使いと勘違いして歓迎してしまったんですね。で、その時に振る舞われたのが例のチョコラトルだったんですよ。まあ、ただ実は最初コルテス自身はこの苦い飲み物の味を気に入らなかったらしいんですけど、まあ、でもさすがは歴史的征服者のコルテス、もうそのチョコラトルが持つ価値にすぐ気づいたんですよ。カカオに含まれるカフェインやテオブロミンの効果で、もう選手たちがどんどん元気になっていくじゃないかと。まあ、カフェインとかテオブロミンとか知らないでしょうけど、まあ、とりあえずカカオを食べた兵士たちの疲労回復力はもう高まったことに気づいたんですね。ということで、コルテスはカカオをスペインに持ち帰ることを決めて、最初はカカオは薬用として使われることになります。
あ、でもカカオだけだとやっぱり苦くて美味しくないんで、もう美味しくするには砂糖をかければいいんじゃないかってことで、もうやがてスペインの修道士たちがカカオと砂糖のコラボレーションを実施するんですね。まるでコーンフレークの歴史ですね。まあ、コーンフレークも最初は健康食品として作られて、もう全然味なんか重視されてなかったんですけど、発明者の弟が砂糖かけたらうまいんじゃねっても言って、今の形ができていくっていう。まあ、そんなコーンフレーク成立話も以前しますんで、気になる人はそちらを見てみてください。結構面白いですよ。で、その後さらにバニラやシナモンなどのスパイスも加えて、でようやく今に近い味わいに進化することになります。で、これが大当たりで、瞬く間にスペイン貴族の間で大流行することになるんですね。で、そんな状況に対して、スペイン王室はもうチョコレートが大好きすぎてですね、このチョコレートの独占を狙って、なんとこれを国家機密として扱います。で、驚くべきことに、実に100年もの間、他のヨーロッパ諸国には製法を明かさなかったんですよ。もうその国家機密っぷりはもう徹底的で、チョコレート職人たちは国外に出ることを禁じられて、で製法を漏らしたものは死罪っていう厳しい掟まで作られることになります。でそんなスペインにおける熱狂的チョコレート文化を見ていくと、当時のスペインではチョコレートを飲むための専用の部屋であるチョコラテリアが貴族の邸宅に作られるようになるんですね。もうこれらの部屋は豪華な装飾が施されて、でチョコレートを飲むための特別な道具も開発されるっていう、もうまるで茶道ですね、日本の。ただスペインの秘密も結局長くは守られません。1615年にスペイン王女アンナがフランス王ルイ13世と結婚した際に、お気に入りの飲み物としてチョコレートをフランスに持ち込んだんですよ。でこれをきっかけにフランスでもチョコレートが大流行することになります。もうせっかく100年も秘密にされてたのにねまあでも王女様ですからね、仕方ないですねこれは。で特にベルサイユ宮殿ではチョコレート部屋っていう、もう専用の部屋まで設けられて、でマリー・アントワネットは専属のチョコレート職人を雇ったと言われてます。で彼女は特にオレンジの花の香りをつけたチョコレートを好んだと言われてますね。まあ、今でもオレンジフレーバーのチョコレートは人気ですけど、まあ、ちなみに私はあんまり好きじゃありません。で、当時のフランスでは、チョコレートには様々な効能があると信じられていて、例えばルイ14世は胃痛の治療のためにチョコレートを飲んでいたり、またルイ15世の治世中の影の支配者のポンパドゥール夫人はチョコレートに媚薬としての効果があると信じていて、ルイ15世の愛人としての地位を保つために毎日これを飲んでいたっていう記録は残ってます。もう逆に太って愛人としての地位を失いそうですけどね。で17世紀後半になってくると、チョコレートはイギリスにも広がっていくことになります。で特にチャールズ2世の宮廷ではチョコレートハウスっていう社交場が人気を集めることになって、でこれは後のコーヒーハウスの先駆けとなったんですよ。まあ、コーヒーの歴史もそのうちどっかでやりたいですけど、コーヒーハウスっていうと特にフランス革命を裏で支えた存在みたいな感じでよくフィーチャーされますよね。あのみんながコーヒー飲みながらたむろして、で政治に対してああでもないこうでもないみたいなことを熱く語ると。でそのコーヒーじゃなくてチョコレート版がチョコレートハウス、これこそあの日本の女性に大人気のスイーツパラダイス、通称スイパラの起源ですね。で続いてチョコレートにまつわる様々な事件に触れていきたいと思います。チョコレートの歴史には実はたくさんの陰謀や事件が隠されてるんですよ。で例えば1670年にメキシコで起きたチョコレート暴動、これは教会がミサの最中のチョコレートの飲用を禁止したことに対して女性たちが激しく抗議した出来事です。あの当時のメキシコではミサの最中にチョコレートを飲むことが一般的な習慣になっていて、まあ、というのもミサって朝早くやるんで、もうみんなお腹空いちゃってチョコレートは簡単に栄養補給できるってことで人気だったんですね。まあ、でも教会側はこれはもう不敬な行為だと考えたわけですよ。まあ、気持ちはわかるということで、教会と女性との間で壮絶なバトルが繰り広げられることになるわけですが、まあ、結局この争いは女性側の勝利に終わって、でチョコレートの引用が正式に認められることになります。また18世紀にはチョコレートが関連した衝撃的な事件も起きてます。でその名もチョコレート毒殺事件、これはどんなものかというと、イタリアのトスカーナ大公コジモ3世っていう人が毒を盛られたチョコレートで暗殺されそうになったっていう事件のことです。実はチョコレートの苦味は毒の味を隠すのに最適だったらしくて、この手の暗殺計画によく使われていたんですよ。で、この事件以降、多くの王族がチョコレートテイスターっていう味見役を雇うようになるんですね。で、そんなチョコレートも19世紀に入るとその歴史に革命的な変化が訪れます。何が起きたかっていうと、1828年にオランダ人のファン・ホーテンっていう人物がカカオバターを分離する方法を発明したんですよ。まあ、私は料理のことはよくわかりませんが、これはアルカリ処理法って呼ばれる画期的な技術で、まあ、今でも使われている重要な製法とのことらしいです。で、この製法の発見はもうブレイクスルーあるあるですけど、実は偶然の産物だったらしくて、ファンホーテンはより安価なチョコレートを作ろうとして実験を重ねていて、でその過程でカカオバターを分離することでもうより扱いやすくなって、でしかも美味しいチョコレートができることを発見したんですね。で、1847年にはイギリスのフライ社が世界初の板チョコレートの製造に成功します。
で、この時の裏話が興味深くて、実はフライ社は当初この新しい製法を極秘扱いにしてたんですよ。なんかさっきも聞いたような話ですね。でもこれが産業スパイによって技術が流出してしまって、でそれが結果的にチョコレート産業の発展を促進することになります。そして1875年、スイスのダニエル・ペーターとアンリ・ネスレによって画期的な発明が生まれます。それがミルクチョコレートです。まあ、ちなみにこのアンリ・ネスレっていうのは何を隠そう、スイスが誇る大企業ネスレの創業者ですね。でこの開発には実は7年もの歳月がかかっていて、ペーターは何度も失敗を重ねながらも、隣人だったネスレが開発した粉末ミルクを使うことで、ついにその成功を収めることになります。そしてそのヨーロッパでできたミルクチョコレートに出会ったミルトン・ハーシーっていうアメリカ人が、その味に感銘を受けて、で今度は粉ミルクではなく生乳を使ったミルクチョコレートの製法を生み出して、そしてハーシーの頭のネジが吹っ飛んだ独自の大量生産システムによって、もうより美味しいミルクチョコレートが世に普及していくことになるんですね。それこそが、まあ、今も世界中で売られているハーシーズチョコレートですね。まあ、この辺の話は以前ライブ配信で説明しますんで、気になる方は見てみてください。で、20世紀に入るとチョコレートの製造技術はもう飛躍的に進歩します。特に温度管理の技術が確立されたことで、チョコレートの品質がもう大きく向上することになるんですよ。現代のチョコレートが持つ独特のツヤと口どけの良さっていうのは、この時期に確立された技術によるものなんですね。で、実はチョコレートの製造にはテンパリングっていう非常に繊細な工程が必要なんですけど、これはチョコレートを何段階もの温度変化にさらすことでカカオバターの結晶構造を変えていく技術なんですけど、この技術が確立されたことで室温でも綺麗なツヤを保ってパキッと折れると今のチョコレートが実現したんですね。そして第二次世界大戦中にはチョコレートは軍事物資としても重要な役割を果たします。アメリカ軍は高カロリーで溶けにくい特殊なチョコレートを開発していて、で兵士たちの非常食として活用されることになって、そしてそれがやがて大戦後に日本の子供たちにも渡っていくということなんですね。まあ日本のチョコレートの普及は別にそれがきっかけだったわけではないですけどね。ということで、ざっくりですがチョコレートの歴史の動画はいかがだったでしょうか。古代マヤの人々がもう自分たちの神聖な飲み物が何千年も後に世界中で愛されることになるとは想像もしなかったと思います。これからも私含めて世界中の人々を魅了し続けるに違いないチョコレートですが、その奥深い歴史を知ることでまた違った味わい方ができるのではないでしょうか。ということで今回は以上です。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。